こんにちは、しげしげです。しげパズ3回目ですね。まあ、前回告知した通り、まあ、ランクが50以上になったということで無料ガチャが届いております。こちら引いていきましょう。やっぱり無課金端末なんでね、1回1回の重みがまあすごいんですけど、狙いとしてはリザ、意外なところかと思うんですけど、覚醒無効解除っていうのは結構入手頻度が少ないというか、まだね、そのスキル持ってるもんさ少ないので欲しいなと。で、それでリザが引けちゃったらオデドラを買うのをやめて読みドラ買おうと思ってます。まあバインド効かないし、バインド回復できるし、で今自分のパーティーがね悪魔タイプ寄りなので、まあ読みドラでもいいかなと。闇寄りだし、うん、まあそんなに焦ってはまだ使わないんですけど、まあ後々のことを考えた時に覚醒無効解除のスキル持ってると楽かなと思ったので、リザ狙いでいきます。ダイヤとか出ないんで、出ないのはもうホームアカウントの方で知ってるんで、ダイヤ狙いません。トゥッダッス、なんリザでいい、リザでいい。あー、なるほどね、なるほどね、軽減ね、ガードブレイクか。リーダースキルはリーダーとしての運用はないけど、まあガードブレイク4ターン軽減、最大14ターンか。これはガードブレイクいるかな、いらない気がしてるな。売却あるな。いや、まだ全然手持ちが揃ってない時は一体一体のモンスター大事にしましょう。ということで一旦お気に入りに入れておきます。はい、新アカウント始まってまだ3日4日ぐらいですか。ガチャゲンはディルシリウスとウィンリーだけなんですけど、まあ前の動画でも言ってるんですけど、お父様を入手したら世界が変わります。はい、鋼の錬金術師コラボね、まだあと6日ぐらいあるのかな。なのでまだやってない方はぜひやってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いします。さよなら。